どうも、藤子クラフトのりょうです。はい、ついに今回ちょっとかなりやりづらいタイトルとなっています。題してハウスメーカーのデメリットと工務店のねデメリットもしっかりと、これからね家づくりする人たくさんいると思います。なのでちょっとそういうね皆さんのためになるような情報をお届けできればというふうに思いますけども、僕がですね藤本工務店ということで完全工務店側の立場にはなってしまうんですけども、なるべくねこう対等な立場でハウスメーカーと工務店の違いとね、まあ、それぞれの デメリット、まあ、デメリット話せばまあメリットも、ね、自動的に出てきますけど、その辺をちょっと、お話ししたいと思います。それでは動画をご覧ください、どうぞ。ということでですね、ハウスメーカーと工務店のお話をちょっとしていきたいと思うんですけども、まずですねハウスメーカーと工務店何が違うのっていうところなんですけど、まず規模が違います。会社の規模がものすごい大きいです、ハウスメーカーは。で基本的にはもう全国に営業所があって、もう年間何千棟とかねもう新築をやるわけですよ。それがまあ大きいゼネコンって言ったりしますけども、大きい住宅施工会社、これがハウスメーカーで、工務店っていうのが我々みたいなまあ小規模の、例えば本当に数名から数十名ぐらいの規模で地域密着型、もう本当にその土地土地でまあ仕事を主に新築とかリフォームとかを請け負ってる小さな会社ですね。そういうものを工務店というふうに一応位置づけています。はい、でちょっと一番最初に気になるところだと思うんですけど、コスト面ですね。コスト面で話すると一概には言えないんですけども、ハウスメーカーの方が高いというふうな認識で僕はいいと思います。っていうのも単純にあれですよ、いい家を作ればハウスメーカーだろうが工務店だろうが高いし、ね、その材料費とか大きさとかを抑えればハウスメーカーだろうが工務店だろうが安いんですけども、僕が言いたいのは、例えば同じ金額で同じ仕様の家を作るとします。3000万円の家をハウスメーカーで作ります、3000万円の家を工務店で作ります。同じ条件で作った時にハウスメーカーの方が高くつくんですよ、同じ金額なのに。っていうのはどういうことかっていうと、3000万円でもその建物、実際に作る建物に使ってるお金の割合が全然違うっていうのが、まあ僕が言ってる高いっていうことなんですけども、3000万円の家を作ったらハウスメーカーが実際に家に使ってるお金、例えば家に使う材料費とか、職人さんの人件費だとか、そういうものにかけてるお金っていうのはだいたい 60% って言われてます。3000万円の家だとサブ68が1800万円、お客さんは3000万円払ってんのにその家には1800万円しか使われていない。じゃあ残りの 40% は何になってるかって言ったら、まあテレビコマーシャルだとか住宅展示場の維持費だったりとか、あとはもうものすごい量の営業マンを抱えてるんで、そういう営業マンの給料だったりとかっていう間接的なコストがものすごいかかってるっていうのがハウスメーカー。それに比べてじゃあ工務店はもう当然ゼロではないですよ、そういう費用は。だけども工務店は、実際にその同じ3000万円だったら、その実際に建物に使われてるお金っていうのはだいたい 80% から、まあ会社によっては 90% ぐらいまで建物にお金を使ってもらってるっていうケースが多いですね。なので今言ったことを踏まえると、まあ、ハウスメーカーの方が高いよねっていう話になってしまいます。高いというか同じ金額なんだけど、まあちょっとねっていうね、はい、っていうところがまず、ハウスメーカーと工務店とのコストの違い、簡単に言うとね。次はですね技術面ですね。技術面、
はい、そこは実は僕これは同等だと思います。あのハウスメーカーと工務店、まあ同等で腕の悪い人もいれば腕のいい人もいるっていうふうに思います。なので皆さんが家づくりを考えているにあたって、ここはねちょっと大事にしてもらいたいポイントなんですけど、誰が作るかっていうのが結構問題なんですよね。建築家とか設計士っていうのも当然大事なんですけども、実際に現場で腕を動かして作る人は誰なのかっていうところがものすごい大事で、それで言うとハウスメーカーと工務店、透明性が高いのは工務店なんですよ。工務店で自分のところの職人さんをちゃんと正社員で抱えてるところっていうのは、まあその工務店に行けばもう誰が作るか、あの職人さんいるんで、あの顔も見れるしお話もできるから、じゃあこの人に作ってもらいたいって頼むこともできるんですけども、ハウスメーカーっていうのは基本的に職人さんを抱えてないんですよ。ハウスメーカーっていう会社の下に職人さんのこう下請けさんたちがたくさんいるわけです。それは全国にいるわけです。なので誰に当たるか正直わからないんですよね、っていうのがあります。職人さんの顔が見れない、あの作り始めるまで見れないことが多い。でもっと言うと作ってる職人さんと会えないことが多いです。お話もできないことが多いっていう違いがあります。だけど当然ハウスメーカーの下請けの職人さんたちもものすごい腕のいい人もいれば、やっぱ腕がそんなに良くない人っていう、やっぱばらつきがあります。同じように工務店にもばらつきがあります。なのでまあ工務店の方はどちらかというと割とクリアにこうね探し出すことができるので、お客さんと職人さんでちゃんとお話とかもすることができるんで、まあこう顔の見える家づくりっていうのができるんですけど、ハウスメーカーは職人さんを選ぶっていうことは多分ほとんどできないですね。なのでもしかしたらめちゃくちゃ腕のいい人が来るかもしれないし、もしかしたらめちゃくちゃ腕の悪い人が来るかもしれないっていうところで、ちょっとあのギャンブルチックなところがあります。はい、ただそこをカバーしてるのが現場監督っていう立ち位置なんですよね。まあ工務店にも現場監督っていうのは当然いるんですけども、まあそれはあの職人さん、まあ、いわゆる棟梁っていう方が現場監督やる場合もあるし、ちゃんと現場監督って言って一人雇ってる場合もあります。でもハウスメーカーっていうのは必ず現場監督がいて、要はその下請けさんたちを管理するんですよ、ちゃんとやってるかどうか。だからその現場監督の腕によってもかなり家の質が左右されるケースが多いですね。なんでものすごい営業の方が人が良かったり優しかったりトークが上手だったりすごい気に入っててたとしても、とにかくその誰が作るかっていうところにあの重点を置くべきで、そこをしっかりね確認するべきだと思います。誰が作るかっていうところをしっかりと聞くべきであるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、次工期ですね。工期は、ダントツでハウスメーカーの方が早いではないかなというふうに思いますね。まあ工務店さんでも早いところありますけども、やっぱハウスメーカー本当に大企業が多いんで、やっぱそういうなんていうんですかね、工程の管理だとか、まあそういう現場監督管理業務っていうところがやっぱものすごいしっかりしてるっていうイメージがあるので、まああとはその建築する建築会社側からの都合としては、やっぱ早く終わる方がその分利益は上がるんで、まあそれで言うとハウスメーカーの方が工期は早いというふうに認識してます。はい、次アフター面ですね。アフターケア、アフターメンテナンスは僕これはねダントツハウスメーカーの方がしっかりしてるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ僕自身工務店やってるっていうのもありますけど、やっぱり僕らって年間数棟2棟とか3棟しか新築作れないんですけど、まあ10年やればね30棟で30棟分のあのアフターがあるわけですけど、そこまでねそのアフターのために人を雇ったりっていうことはやっぱり正直できないわけですよ。なのでもうみんなで協力してあの過去に新築されたお客さんの家のアフターとかはやっていくんですけども、ハウスメーカーっていうのはもう大型なんで、会社がもうアフター専門の人たちがいるわけですよ。アフターメンテナンスカーって言って車があったりもするんで、まあ対応は早いですよね。うん、なんであとはまあその地域の小さな工務店よりかはやっぱし潰れる確率が低いと思うんですよ、ハウスメーカーの方が。まあアフター面に関しては多分
こうスピーディーに対応してくれるのはダントツでハウスメーカーなんじゃないかなというふうに思います。次、安心感ね。安心感は難しいですね。安心感はね、これは平等だと思います。やっぱりどうだろう、まあ、やっぱ皆さんそのね、藤本工務店とかって言われても多分誰も知らないと思うんですよ、ほとんどの人が。だけど積水ハウスとかタマホームとかね、住友林業とかっていうと誰でも知ってるわけですよね。だからその誰でも知ってるっていうところの安心感っていうのはあるかもしれません、ハウスメーカーの方が。ただその根拠となるものはどこにあるのかなっていうのはちょっとありますけども、ただそれは僕ら工務店側も一緒で、本当に安心感のある工務店もあれば、中にはね、ちょっと本当にまあどんな業界でもあるように儲け優先のその会社っていうのはあるんで、そういうところに頼めば当然安心感もないし、いい会社に頼めば当然安心感もあるし、それは工務店もハウスメーカーも同じなんじゃないかなっていうふうに思いますけど、その辺の判断というのは結構難しいですね。まあ、営業とかそこの会社の社長さんとか職人さんとかたくさんの人とまあ話したり、過去の事例とか、まあ今 SNS やってる会社が本当に多いんで、ハウスメーカー工務店 SNS って結構ホームページとかと比べて結構リアリティな情報が得られるんで、そういうのを見たりしてまあ判断すればいいんじゃないかなというふうに思います。あとですね、ちょっと工務店の方のメリットをあんまし言えてないかなと思うんで、ちょっと実は我慢しててちょっと言いたいなと思ってたんですけど、地域の工務店さんに頼むと何がいいって、一番この職人さんとか会社さんとお客さんがこう一体となって一緒に家づくりができるっていうところが一番いいかなっていうところですね。会社で結構違うところあるんですけど、お客さんと現場の職人さんが会話しちゃいけませんっていうルールが結構あるんですよ、そういうルールを使ってるところが。なんでそうするともう何やってんだか分からないみたいな不安なことがあるんですよね。まあ、ちゃんとしたものはできるんだけど、それに比べて工務店さんっていうのはやっぱ本当にいつ行っても職人さんと話せるし、なんか作ってる、こういうふうに作ってるよとか説明もしてもらったりとか、まあ本当に結構フランクにこうね付き合いながら家作りができるんで、まあかなりそれって安心感につながると思うんですね。なのでそこはまあ一番工務店に頼むメリットではないかなというふうに思います。はい、ということで、ハウスメーカーと工務店の違いをお話ししました。いかがでしたでしょうか。とにかく今から言うことをしっかり守れば絶対家作りで失敗することはないと思います。本当にいろんな会社が、ね、工務店ハウスメーカーあるんですけど、やっぱ自分のね建てたい家、どういう家を建てたいか、いつ建てたいか、どんなくらいの速度で建てたいかとか、いろんなその要望があるんですけど、その要望に一番ぴったりマッチしたところに頼むのが一番ベストで、例えばもう一刻も早く建てたいとっていう場合はもう確実にハウスメーカーに頼んだ方がいいです。あと新築は欲しいけど、なんかそこまでそのデザインとか素材とかにこだわりがなくて、とにかくまあ普通に綺麗な家がね建てられればいいなって、そんな打ち合わせもそんなたくさんしたくないし、黙ってればもうできましたよって言ってくれるようなねところに頼みたいって、そういうスタンスの人も結構いると思うんですよ。そういう人は絶対ハウスメーカーをお勧めします。もう何も言わなくてもパパパッとやってくれるんで。でもう一つ、もう長持ちさせたい、子供の代とかその孫の代にもこう何代もこう長持ちさせたいっていう家を作りたい人っていう場合は、まあそういう思いで家を作ってる工務店がたくさんあるんで、工法だったりとかね、使う素材だったりとか、そういう近代的なものじゃなくて昔から何百年って持ってきた作り方で作ってくれる工務店があるんで、そういうところに頼めばいいと思うし、その分まあ工期とかねコストは高いかもしれないけど、絶対いいものができるんで、そういうところに頼むべきだと思います。あとはデザインですね。もう世界に一つの家を作りたい、もう本当に誰が来ても驚くようなめちゃめちゃかっこいい家を作りたいっていう場合は、建築家いっぱい探してそういう建築家さんのところに訪ねて建てたらいいと思います。でもう一つ本当に大事なこと、誰が作るかですね。どんな職人が作るか、その職人はどんな気持ちで作ってるかっていうところを一番重要視するべきなのではないかなというふうに僕は思います。
要は顔の見える家作りですね、作り手と住まい手と、それができれば、まあ、確実に失敗にはならないかなというふうに思いますね、はい。あとね、最後にちょっとおまけになんです、おまけにちょっともう一つ伝えたいんですけど、家って洋服とか小物と違ってものすごいでかいものなんで、やっぱ当然壊した後の産業廃棄物っていう問題もかなり大きいんですね。なんでそういうところまで考えられる、まあ、今結構環境ねブームみたいなところがあるから、あのそういうところまでちょっと考えて見ていただけるとより良い家づくりができるのではないかなというふうに思います。はい、ということで今日の動画はこの辺で終わりです。この動画がねいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お楽しみに。お疲れ様でした。